どうも僕です、のりまきです。そしてこんにちは、ヨダです。はい、というわけで、緊張する緊張する、生配信登場初めてか。初めて、緊張する緊張する、 張する、うん、スカイプの音を切ります。スカイプ繋いだままで音だけ切るわ。はいはい、また後ほどよろしくお願いします。はい、じゃあ開始ということでいきましょう。参加するポケモンを選んでください3匹だけ選んでるっていうかまあ、あの3月1日から、過去作の初代御三家とかが解禁されるのかな。それならそれで本気でいきますよ。で、初手何来るかなというところなんですが、初手ラプラスでいきます。いや、つうかタイプわかんねえ。てかさ、初代と違うよね、タイプね。おそらく。だよね。わかんないけど。というわけで、イオダーとのエキシビジョンマッチ、よろしくお願いします。リーグカードが。はい。ガオガエン。ガオガエン。ガオガエン。待って。この枠、なんか元御三家って確か言ってたんだよな、ユダかな。それの進化版、この枠。あの、名前忘れちゃった、なんとかってやつの。で、もうこれ、どうしよう。まあ、ちょっと様子見で一旦、そのまんま、波乗りをやってみましょう。引っ込めた。からの、カメックス。お。さあ、このダイマックスなしの波乗りに対してどういう風に見るだろうか。僕の配信、まあ、さっきイオダもあの、配信ミスだったんだけど、僕のラプラス一番見てるのが多分イオダだと思うんで、まあ、ここで僕が10万ボルトを打つっていうのも多分予想してるはずなんです。それに対して、どう出てくるか。しかも、貯水持ってるのをイオダは知ってるはず。と、怖い。10万ボルトできます。あ、守る。守るなんて持ってんだ。へぇー。すげえ厄介。ていうか多分ダイマックスしてくれって言うと多分そう思ってたんだろうな。で、ここでしてこないというのに対して向こうはどう動くか。大アイスでいきます。引っ込めた。オッケー。そこまで読み。ガオガエンの方か。そっちか。ストリームだったな。ダク、またアイストリームいきます。なんだおい、なんだおい、めっちゃ変えてくるぞ。カメックス出してきました。あー、ライストリーム。おぉ。ここが今一つ。さて、どうしようかな。多分守るよね。守るよね。だけどまた第3打打つか。全然わかんねえ。何してくんねえ。守るでしょ。それは守るよね。それは守るよね。当然守るわ。まあ、ダメージの4分の1だったかな。守るしたら入るっていう。でも4分の1ってこんなもん？いやー、ここでどうする？どうする？どうしてくる？波乗り打ってみよう。変えてくる？変えてこない。ごめん、ラスターカノンって俺わかんねえ。もう翻弄され続けてんだけど、さっきから。ラスターカノンに、あ、でも波乗りで十分削れるわ。結構ガチ。ラスターカノンしかないのかな、もしかして。あるよ、波乗りで。ガオガエンが来ました。お、この2匹で回す気か。どうなんだ。素直に言ってみよう。猫魂、あー、はい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 、ひるみます。からのどうする。ダイマックスしてきた。おう、ダイマックスしてきた。おお、
いいね、こいつかっこいいね。このなんだ、元御三家っていう言い方でいいのかな。大ワーム虫。まあ速攻下げてきた。おー、速攻下げてきた。どうしようかな、勝負地に帰るわ。もう一回ダイバームやってくるか、ダイバーンかどっかだと思うんだけど、ウォール、おお、ウォールやった。マッハパンチで、ここでウォールできないかな。マッハパンチでどんだけ削れるか。おわ、こんなもんか、こんなもんか。ただー、ダイバーンでこっちはちょっときついと思う。耐えた、オッケー。急所か、今の。多分、単純にマッハパンチをやればいいと思うんだけど、イオダーが変えてくるかどうか、ただ多分変えないと思う、この流れ。あ、引っ込めた、引っ込めた。マジか。不思議バナの登場でございます。イオダー大好きの不思議バナ。あ、でも、効果今一つでこんだけ変だね。食べ残しか？おお、待ってよ、吹き花って、わかんないけども、ソーラービームのイメージしかないんだよね、初代の頃のね。そのイメージしかないから多分やってくると思うんだよね。で、ひでりだからソーラービームが一ターンで打てるはずだから、それやってくるはずなんだよね。だからアーマーが、いや、飛行派がね、多分入れると思う。あー、なんだこの技、なんだこの技、なんだこの技。なんだこの技、初めて見た。知らねえよ。知らねえ技を使ってきた。てか、その前に何やってきたかっていうのが分かってないからあれなんだ。あと、不思議花か、どんだけ素早さあるかっていうところなんだよね。こっちがラプラスで、冷凍ビームやってくるだろうと思うんだよね。人に対して外してくるか、もしくはそのまま受けるか、素早さが分かんない。あー、ソーラービーム来た。で、ひでりだから、痛めで打ってくるわ。うわー、マジか。いやー、これはきつい。しかも命の弾で削られて終了っていうね。というわけで、イオダーとの対戦、負けちゃいました。まさかね、その3匹とは思わなかったわ。素晴らしかったでしょ。そしていやらしい戦い方だったでしょ。そうだね。だこっちの、散々さ、見てるからさ、こっちのさ、なんかいろいろ分かってるじゃん。いや、やっぱりほら、のりわきのファンとして、やっぱり動画を見てますんで、こちら。の配信見てる。手の内をね、しっかりもうね、対策できちゃってるよね。まあそうだね。ひでりからの成長からのウェザーボールがアーマーガーに決まった瞬間成長だったんだね。成長のところね、キャプチャーソフト固まって立ち上げ直したから見れてない。おい、まあ、これ一番いいとこ。もうカメックスはね、完全にラプラスが絶対ダイマックスっての分かってるから。そうだよ。守り要因。守り要因。じゃあこれもう一回やろうよ、もう一回。では、よろしくお願いします。はい、じゃあ、声切ります。はい、で、もう一度、イオダーと対戦していきたいなと思います。チームはこちらが変わるって。改めまして、イオダー、第2回戦、よろしくお願いします。ガオガエン来ました。先ほどと一緒です。で、こちらはバンマドローで一手行ってます。はい。さあ、ここからですね。で、この流れだと絶対地震をやると、ガオガエンにはよく効きます。ただ、地震は読んでると思うんだよね。で、
まあ、素直に自信を打ってみましょう。猫だまし。ほうほうほう。いきなり、刺してきた。ふん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 。おー、ひるんで技が出せません。うん。からの、コンボ返り。はい。カメックス。自信。自信来るのはわかるよね。で、防御高い。いやー、これどうしよう。こっちがラプラスに変えてくるっていう可能性を多分読んでるんだよね。それに対して、さらに裏を書いて、ダイナックルをやってみようかなと思う。ちょっとバンバロロで無双してみようかなと思います。殻を破る。おー、積んできたところに、うちのバンバロロの、まあ、防御が下がった頃に、後ろのバンバロロのダイナックルが入ります。ただ、あんまり食らわない。マジか。からの、回復します。からの、大ボール、します。大ボールします。もう一回積む？熱湯。おー。熱湯できたか。熱湯が見えたってことは、こっちはラプラスに変えるっていう選択肢があるんですね。ちょっといいラプラスに。ちょっと無双しようと思ったんだけど、多分熱湯は耐えれない。もし熱湯来てもラプラスなら耐えるよ。ほら来た。でこっちダイマックス変わらせちゃったんだけどね。で、この後どうするかだよね。素直に10万ボルトで、10万ボルトが効かないのは3人ともいないから、一旦10万ボルト打って様子を見よう。守る。ほうほうほう。さあ、守るからどうするかっていうのなんだけど、もう決めてて、10万ボルトを押す。ラスターカノン。ほう。は、ま、効きません。ただ、トップ棒下がりました。10万ボルト行きました。今、多分ラプラスの10万ボルトでカメキスを沈めて、その後ガオガエンが出てきたっていうところですね。で、まあ、波乗りで行きましょう。また猫騙しか。これでひるませます。対面の最初だったら猫騙しって効くんだな。で、また変えてくんのかな？ダイマックス切って、ダイバーンで押してくるか。こっちのラプラスが物理にあんま強くないっていうのは知ってるはずなんで、ガオガエンがどういう努力振りにしてるかわかんないです。まあ、フルフラインの方でいろいろ話題になってて、やっぱりダイマックスですね。まあ、ポケモンホームの話題。結構、種族値が、このガオガイン優秀で、攻撃がまあまあ高くて、他も十分使えるような、特殊にも攻撃にもどっちもできる感じなんだけど、まあ物理に振ってきてるよね。今の感じだと。ダイバーン、ダイワーム、またワーム、トンボ返りか。トンボ返りのダイマックス版だね。そっか、さっきダイワームからトンボ返りを導き出してもよかったんだな。急所でこれか。もう一回ダイワーム来た。耐えた。ここを下がります。ここが下がったところで波乗りが全然効きません。うん。あ、やばい。読まれてるかもしれない。あんまりラプラス切りしないんですよね、僕。ドン。やっぱりダイバーン来た。あ、そうだよな。ラプラスでもダイバーンで一発できるし、他にも、入るもんな。いや、ちょっと安直すぎた、アーマーガに変えたのは。しかも左でしょ？さっきと同じパターンじゃねえかよ。お、カウンターか？お、オッケー、倒した。そっから、ひでりの状態で、不思議花がどうしてくるかだな。で、こっちのボディープレスだったら、ダメなんだよな。そっから、とりあえずはちょっとわかんないけど、ちょっと挑発やってみます。
フェザーボール。沈んだ。何今の、このっぽいね。バンバドルに頑張ってもらおう。一発ぐらい耐えて。一瞬一発だけ入れたい。ソーラービーム。耐えてくれ。耐えれねえか。さって地面。どうだ。耐えれないか。うわー、これはちょっとなー、ダメだ。ラプラスじゃ、クギバグそれでどんだけ効くんだろう。あー、冷凍ビーム一撃でも当てれればなー。さすが26以上当たるべ。重要ですね。はい、というわけで2連敗してしまいました。繋がってる、繋がってる、繋がってます。いやー、強い、強だ、強い。何いや、もう決まってるんですよ。もうね、顔が円で晴れにして全抜きっていう。そう、あの不思議花はね、隠し特性で揚力素というものがございます。日差しが強い状態です。素早さが2倍になりますんで。あー、そんな特徴あんだ。はい。そして晴れ状態ですとソーラービームはためなし、うん、ウェザーボールはね、炎の属性になりますんで。ウェザーボールってウェザーボールは天候によって属性は変わるの。日照りだと火の攻撃で、復讐で100だからね、結構特殊技としては天候が良ければめちゃくちゃ強い。雨だと水みたいな感じ。はい、というわけで、来月の3月1日からフシビーバナを含むね、カメックス、そして先ほど出てきたガオガエンとね、なんけな、アシマリ第7世代の解禁されるので。ストーリーの方の実況のさ、初回でもさ、フシビーバナ大好きなんで使いたいですって言ってたよねそうそう、使いたくて。いや、もう解禁された時は震えたよ。厳選に厳選を重ねてね、努力して持ってきたんで、活躍させていこうと思います。はい、というわけで、不思議バナ強いんで、ぜひ使ってください。というわけで、まあ、今日の生配信終わりたいなと思います。それじゃあ、またねー、はい。またねー。ありがとうございました。